はい、隠居5年目速稼塾の久保でございます。40を過ぎてね、ネットビジネスってものに手を出してみて、アフィリエイトってものから始めたんですけども、3年間で1億円以上のね、利益を取ることができて、納税をして、そして借金を返して家を一括で買って、それから隠居しております。本当にね、家のローンがないだけでこんなにね、生活って楽になるもんですね。家賃もないですしね、すごく助かります。まあよくね、家を何ですかね、家を買うのか、それとも賃貸にするのかっていうのが論争が出ますけども、一括で買えるんだったら買った方がいいですね。一括で買えないんだったら家を買うことはちょっとね、私もね、賃貸でいいんじゃないかなと思いますけどもね。ということで、では今日もコメントの方読まさせていただきます。画面切り替えますね。はい、前回の続きからなんですけども、こちらですね。ここ。はい、追加の給付金を出すとか出さないとかどっちですか？はっきりしないと国民は戸惑います。総理だったらはっきりしてくださいと書いてますけども、これね、恵子さん、はっきりさせるのは私たちの声次第なんですよ。私たちが、国民がしっかりと声を上げてね、その声が官邸に届けば、あ、これはね、出そうというふうになります。今のところ官邸も出せという国民はいるけども少ないと、出さない方向で行ってもいいんじゃないかって意見もあると、どっちも拮抗してるんですよ。ですんで、これから恵子さんはじめね、私の動画を見てくださる方、見てくださらない方も込みで、どんどん官邸に要求を上げていくことと、それからね、麻生太郎事務所とか菅義偉事務所とかありますね、事務所が、そちらの方にご訪問いただくとか、そちらの方にご連絡いただくとかね、手紙でもいいですよ。それから地元の自民党事務所に訪問してみてください。そして自分の切実なね、気持ちをお伝えすればきっと動いてくれると思いますよ。ここまで国民の声が高まっているのかってことになると、やっぱりね、政治家権力者っていうのは多数派がやっぱり怖いわけなんですよ。少数派はどうってことないんですよ。だから少数が多数を誘導するときっていうのは、多数派の意見に合うように少数派が決定をしますんでね。ですんで、まあどんどん声を上げていくことと、周りの人にもね、声を上げさせてみてください。私みたいに動画を撮るとまでは言いませんけども、毎日官邸にメールするとかね、それから近くの人にちょっとね、特別定額金5万とか10万、もうちょっとで出るみたいよっていうふうに励ましていくとかね、そういうふうにしたらどうかなと思います。はい、ではですね、ちょっとここにコメントを書かせていただきます。コメント返し。私も声を上げ続けます。実現のために。そうですね、私たちはね、発言していかないと何も動かないですからね。腐ってちゃダメですからね。はい、次。あ、これは川勝知事ですね。リコール必要って書いてます。まさに、その通り。川勝知事ってのはね、本当にね、ひどい人なんですよ。もうあまり多くは言いませんけどもね。はい、もう一件読んでみましょうか。はい、政治家の人はお金がたくさんあるのにどうしてケチくさいこと言うのでしょう。あの人たちは生活に不自由していないからなんでしょう。買いたいものはすぐ買えるし、寝ながら会議しているくらいにみんな給付金出してと書いてますよね。はい、言いたいことはわかります。どんなね、政治家さんも私たち国民の票によってですね、当選して、私たちはその政治家さんに期待してその人を権力者にしたんですよ。ですんで、この人にはその力量がないと思ったら、すぐに選挙で落とすなり、選挙がなくてもね、きちんと国民の声を上げて、まあ、更迭させるなりね、罷免させるなりっていうふうな動議を出していきましょう。私たちができるのは声を上げることだけなんですけども、でもね、声を上げることってものすごく強いんですよ。ワンちゃんとワンちゃんが出会った時って、ワンワンって吠えて威嚇するじゃないですか。あれと似たようなもんで、私たちはね、もっと知恵の働いたことができます。ワンワンっていうだけではなくて、きちんと自分の状況をお伝えして、理路整然とね、権力者の気持ちを動かすことができます。そのためには数が必要です。数を集める、この必要があるから私も動画を毎日撮り続けています。まあですんでね、動画を撮るとまで言いませんけども、周りの人にちょっとね、話しかけてみるとか、生活苦しいけども給付金出たらいいよねとか、この前の10万円とか本当助かったよねっていうことで、10万円、5万円の効果っていうのはね、周りでお話して、いや10万円なんて意味ないよって言ったら本当に、ね、出してくれないですからね。だからそういう小さなことかもしれませんけども、5万10万ってのは、でもその小さなことに国民がどのぐらい感謝しているのか、生きる希望をもう一回ね、取り戻したのかってことをきちんと表現して、それを届けることだと私は思うんですけどね。いかがでしょうか。それではコメント会社は以上ですかね。いつもありがとうございます。